ハッサン・イエブダは、フランス共和国バルドマルヌ県ン,ン・モーリス出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。アージオセールに所属していたが、出場機会を得られず、レンタル生活を余儀なくされる。ルマン UC で、マティー・クタドゥールからポジションを奪い、チームの上位進出に貢献。その活躍が認められ、2008年に SL ベンフィカに移籍した。2009年には、 ハビガルシアの獲得もあり、移籍期間最終日にポーツマス FC へレンタル移籍した。プレミアリーグ初スタメンとなったウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で初得点を記録し、クラブの連敗記録を7で止めた。しかし、所属していたポーツマスが財政難で破綻すると二分落ちが確定的となり、2010年8月28日に、 イタリアの SSC ナポリへレンタル移籍することが決まった。2011年8月23日、プリメーラディビシオンへ昇格し、補強を進めるグラナダ CF に3年契約で移籍。2013から14シーズン後半は、ウディネーゼカルチョへローンで加入した。2014から15シーズンにアラビアンガルフリーグのフジャイライス C でプレーして、以降はフリーとなったが、 2016年7月2日に CF ベルネンセスと1年契約を結んだ U-17 フランス代表として 2001FIFAU-17 世界選手権で優勝した2009年10月11日のルワンダ代表戦でムラドメグニと交代で出場しアルジェリア代表デビューした2010年にはアフリカネーションズカップ2010に出場したありがとうございます